寝やすいかな。父ちゃんが。よし、じゃあ降りてください。どうもこんにちは、今回なんですけれども、エアマットのご提供をいただきました。なので早速レビューしてみようと思うんですけれども、1回ですね、ちょっと開封してるので、ちょっと折りたたみ方はですね、適当なんですけれども、こんな感じのものが入ってます。なんかもう畳み方が適当で本当申し訳ないんですけど、はい、広げるとね、こんな感じで結構ね、ペラペラなんですよ。ペラペラっていう言い方はちょっと失礼なんですけども、かなりですね、薄い感じにできてる商品です。作りはすごくシンプルで、こういったね、ロゴもかなりシンプルな感じになってます。で、裏返すとこんな感じで空気を入れるところがついてます。で、この空気を入れるところはですね、枕の部分とあと本体の部分2箇所ついてまして、ここもですね、2つに分かれてまして、まず上の部分を開けます。ここが空気を入れるところ。で、空気を抜くときはもう1個ありますので、これをね、抜いてあげると空気が抜けるようになってます。まあ、なんかよくゴムボートとかであるような感じですよね。空気が逆流するのを抑える弁がついてるので、強めに空気を入れてあげると普通に空気が入ってくれます。ちょっと試しにまずは弱めにやってみます。これだと空気が入らないんですけども、ちょっと強めに、逆流防止の弁がついているので、こんな感じでですね、開けっぱなしでも出ていくことはないです。はい、これで枕の部分が完成しました。今度はですね、本体に行ってみようと思います。本体の方も空気の入れ方は同じです。はい、空気が入れ終わりました。こんな感じで、膨らんでるところと平べったいところ、これが交互に組み合わさってるデザインになってます。じゃあちょっと転んでみましょう。こんな感じで膝をついてると、さすがにね、地面は感じますけれども、そんなに荒れた場所でなければ使えるのかなという感じがします。このエアマットの厚みは6センチってことなんですが、普通エアマットってこう体重でくぼむじゃないですか。くぼむんですけども、このタイプのエアマットは、要は平べったいところと膨らんでるところ、それぞれがこう組み合わさってるので、こう面で支えるっていうよりかは点で支えてる感じって言えばいいのかな。そうですね、点で支えられてるので、なんか地面に体がついてしまって寝苦しいってことは、今は感じないですね。で、感じないんですが、ちょっとね、これね、枕高い、枕が高すぎるんで、空気を7割ぐらいにして、ちょっとね、厚みを減らした方が寝やすいんじゃないかなと思います。枕がね、ちょっと高すぎて腰が痛くなりそうな感じはしますね。まあ、その辺も空気調整ができるっていうのはエアマットのいいところかなと思います。これをね、キャンプで使うときは、厚みの問題も多分どっかで出てくると思うので、下に銀マットを引くとか、何かしら厚めのマットを引いた方が、寝やすさは全然いいでしょうね。あとですね、今ね、見て分かる通り、結構ね、横幅としてはギリギリかな。手を広げると手が落ちちゃう感じです。横に寝ると厳しいかなと思ったんですが、さっき言った面じゃなくて点で支えるっていう感じなので、横でも多分これ全然いけますね。これ何？これはね、うん、年齢するやつ。うん、父ちゃん、
ちょっとじゃあ僕寝てごらんそれ。いや、僕も寝る。じゃあちょっとこれ、ちょっと寝た感じどうですか？違う。どれぐらいの人が乗っても大丈夫かやるから、まずキャラメルちゃんが父ちゃんの上に乗ってください。よし、そのままゴロンしてごらん。よし、じゃあ僕も乗ってください。おおおおおおおあ、でも全然大丈夫だ。今子供が無理に疲れた。なんだ子供が無理に疲れてきてますが、それでもね、地面についてるかっていうと全然地面にはついてないですね。耐荷重の面は全然クリアしてると思います。すごい、おまさみたい。おまさおまさみたい。よし、ちょっとじゃあみんなゴロンってしてごらん。僕もゴロンしてます。よし、おお。どうかな、寝やすいかな。当然だ。じゃあ今度は。すごいね。じゃあ今度はこれの空気を抜いてみようと思います。はい、どこか。空気を抜くのはここ。こんな感じで空気がすぐ抜けます。よいしょ、すごい、つるつるじゃん。チューバーよ、あーチューバ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 ー。ほら、つぶつぶなくなったでしょ、もう。あれ、おい、空気が抜けたってことです。なんで、あれ、空気が抜けた。つぶつぶちゃん出てくるっていう。こんな感じで小さくできたら、もうあとはね、適当に折っていけば入りますんで、あとはもう袋に入れれば OK と。まあ、こんだけちっちゃくなってればね、十分なんじゃないでしょうか。今回ご紹介したこのエアマットなんですけれども、厚みとしては6センチなんで、まあ、これぐらいなんですかね。なんですが、面で支えるんじゃなくて点で支えてくれるので、意外とね、薄いんですけど、地面に体がつくっていうことは膝をついたりしない限りはありませんでした。でですね、横幅がちっちゃいっていうことと価格が安いっていうことがあるので、まあ、ソロキャンプに行こうと思い始めた時に、まあ、最初に買うようなマットでも全然いいのかなっていう感じもしますし、軽バンだったり軽自動車での車中泊、横幅もちっちゃいので、ちょうどね、軽自動車に合うような車中泊マットとしても使えそうな気がしてます。あとはそうですね、仮眠を取らなきゃいけなかったりとか、そういうですね、ちょっと寝たいなっていうような時にこのサイズですからね、普通にカバンの中にも入りますし、まあちょっと広げてプーッと膨らまして、じゃあ寝ようかっていう、そういうこともできるので、これはね、結構ありなんじゃないかなと思います。この手のね、エアマットをまだ使ったことがなくて、これがこの手のエアマットでは初めてなんですが、問題なく寝れるんじゃないかなと思ったので、これはね、次回のソロキャンプ行くときはこれもちょっと試してみたいなと思ってます。これね、水洗いもできるので、今ちょっと季節は違いますけど、夏になったら海とかに持って行って寝転ぶマットとしてもこれはね、使えそうな気がしてます。非常用持ち出し袋とか災害グッズの中にこういうものがあるっていうのもいいかもしれません。まあ、そういうことでですね、今回このエアマットご紹介したんですけれども、この動画を見てる方限定でですね、また割引をしていただけることになったので、詳しくはこの動画の説明欄を見ていただけると割引が受けられるようになってますので、ぜひこの機会に買ってみてはどうでしょうか。それでは。